フロム51の、西条です。今日はですね、このオートミールっていうのを使ってですね、リゾット謎を作りたいと思います。そう、僕の今使ってるオートミールっていうのは、ウェイトローズっていうところで売ってるやつなんですね。まあ、結構イギリスね、どこでもっていうか、まあ、普通に朝食としてみんな食べはったりとかするんで、どこでも売ってるんですけど、そこの使い終わってよかったで、よくてですね、使ってるんですが、そうです。僕ね、そのオートミールっていうのって、なんか、日本では全然食べたことなくてですね。こっちにロックダウン中に、オートミールは良かったよっていう話を聞いてですね。そういうのをちょっとやり始めたんですが。ってことでですね、オートミールで作ってやってみたいと思います。そう、材料なんですけど、玉ねぎ、ベーコン。マッシュルームですね。この調味品が今日までだったので、大量にちょっと使わざるを得ないんですが、マッシュルームと、あとチーズ、ニンニクと白ワイン、オリーブオイル、塩コショウと、あと、シャブのオートミールとですね、コンソメキューブなどあると。では、作っていきたいと思います。オリーブオイルをガーッと入れて、まあ、ニンニクのね、このそう、ニンニクこう、切って麺を取り除いて、パンとこう、香り広がるようにやったやつを、ちょっとこれね、オリーブオイルでこう熱していくんですが、ニンニクの香りを出してるとこなんですが、その間にで、これですね、こいつ、ホッパーを、揚げたいと思います。うん。じゃあ、ちょっと飲みながらということで。いただきます。なんですけど、このグラスとかね、あれですよ。こっちで行った、ビールフェス。このビールフェスのね、これを持って、なんか、このコップをなんか入場者に全員配られて、美味しい。んで、いろんなね、ビールをね、3分の1パイントとか、3分の2パイントとか言って、このコップに入れてもらって飲むみたいな、いろんなクラフトビールが集まるイベントがあってですね。あの頃はコロナなんてなかった時のやつです。ところどころビールを飲む。ちょっとこうしなってなってきたかなってなったらですね、ベーコンとか加えましょうかね。ベーコン入れます。白ワイン。アルコール飛ばしつつ、自分アルコールを入れます。なんとなくまあ、いいかなと思ったら。オートミールドバッと入れちゃいます。ちょっとお湯をします。大体ね、浸かるかな程度でいいと思う。コンソメキューブチーズをドバッとこう、これを盛り付けたいと思うんですが、味の下見て薄いなら塩足してもいいんですけど、この場合僕はこれ大丈夫なので塩足さないですけど、最後ね、粉チーズかけて、オリーブオイルですね、ちょっとこう回しかけてですね、胡椒をガリガリと。今日はですね、こっ
胡椒振り終わりましたけど、うん、胡椒はなんかこうね、あと見栄えもいいし、てか味もまだ締まるので、では食べてみたいと思います。ということでですね、このオートミールリゾットですね、いただきたいと思います。いただきます。うん、やっぱりね、米には変わらないですよ。米には変わらないけど、本当にこれ十分いけるっていう感じ。でもまあなんか新たに作ってみましたみたいなやつですけど、ちゃんとしたのを知りたい人はなんかちゃんとした YouTube のとかレシピを探した方がいいと思うんですが、まあでもこんなオートミールリゾットなどを作ってみるのもいいんじゃないかという。ではでは、また。イギリスね、スーパーね、3つ大きなのがあって、セインズベリーと、4つかあって、セインズベリーっていうとこと、テスコ。で、ウェイトローズ。あと、今日確か900人ぐらい解雇するっていうニュースになってたんですけど、M&S、マークス&スペンサーか。うん。っていうのが、4つあってですね。M&S がなんかまあデパートなんで、デパートもある、なんか服とかもまあ、売ってるところもあるところがまあ食料品をやってるみたいな感じなんですけど、いろいろね、食材を買った結果なんですけど、大体 M&S は美味しい。でもやっぱりちょっとやっぱり高いかなっていう感じはするんですけど、M&S はね、そうそう、惣菜系っていうんですか、そのレンチン系。レンチン系はね、M&S は、マジで、何の味付けもなく、これは食べれるんじゃないかレベル。うん、M&S はすごい良かったです。ウェイトローズが、王室御用達なんですよ。で、ウェイトローズはなんか、ちょっと味、なんか一味足らんな、みたいな感じなんですけど。M&S、ウェイトローズ、うん、テスコとセインズベリーは、まあまあまあ、トントンぐらいの。っていうなんかイギリスのスーパー事情ですけど。あとね、僕、ジュースとかはいろいろ試したんですよ。ジュースもね、だいたい M&S は結構勝ちでした。でも、ジュースに関しては、テスコはトロピカルジュースっていうのが美味しくって。で、セインズベリーはね、オリジナルブランドないんですよ。ジュースね、プライベートブランドっていうんですか？うん。PB ですね。うん。それがなくって。あと、ウェイトローズは、リンゴジュース。うん。リンゴジュースは美味しかったです。うん。と、あと、ピンクグレープフルーツジュースも美味しかったですね。うん。ブラッドオレンジジュースも美味しかった。そうそうそう。で、あと M&S はね、オレンジジュース最強。うん。オレンジジュースと、あと何だったかな、結構ね、いろんなジュース美味しかったんですけどね。そんなわけでですね、イギリスのスーパー事情などをこう話しつつ、ちょっと僕は残りの、オートミールリゾットをいただきたいと思います。あと、もちろん、ビールとともにいただきたいと思います。ね。